はい、どうもリーベです。パワープロ2018オートペナント続きやっていきましょう。で、オールスターゲーム後半戦始まっていくんですけども、オールスターゲームに選ばれてる選手を確認してなかったので見ていきましょう。オールスターファン投票ですね。先発いねえ、先発いない。まあ勝利数がね飛び抜けた選手がいないのでっていうところかな。で、中継ぎ南武石、いいね。まあ南すごいからね。はい、そして抑え倉持が2位か。うわー惜しいな、1万秒差だね。惜しかったね。で、キャッチャーが水上が3位か。お、ファースト清野しっかり選ばれたね。怪我したけどよかったね。で、セカンド小久保、いいね。で、サード岩波が、まあ外人2人か。1位中日ヘンリンソン、よくわからんけど。はい、で、ショートが江尻、いないね、ショート。で、外野もいないのか。寂しいな。まあ、そうか。わかりました。まあ、でも、ファースト、セカンド、そして、中継ぎ、しっかり選ばれてるんでね。よかったですね。はい。じゃあ、オールスターゲームは、すっ飛ばしますか？どうする？見ていく？まあ、一回飛ばすか。飛ばします。さあ、それではいよいよ後半戦やっていきましょう。横浜とすごい7勝7敗1分け、完全な五分ですね。さあ、じゃあ一応、オーダーを見ていきましょうか。ベストオーダーを見ていきましょう。一応ね、後半戦になるんで確認していきたいんですが、まあ、清野以外にホームラン打てる人が全然いないっていうのが問題だな。矢作がね、もうちょっと打ってくれればっていうところなので、まあ5番に置いておきましょう。あとはまあそうね、そんなに変えなくて、てか変えなくていいかな。佐野か匠かっていうところもあるんですけど、まあいいんじゃないかな、これで。そして期待をね、どうやって使っていくかにもよるんですけど、まあ岩波変えてもいいかもしれんけど、まあまだいいかな。はい、じゃあまた様子見つつ、結構ギリギリな戦いしてるんで、まあとりあえず8月の、月間 MVP を見、7月か、7月の月間 MVP を見ていきますか。岡田怪我したな。まあセンター代わりに山下が入ってくれるからいいんですけど、白浜ノリノリ、いいね。はい、っていうところで月間 MVP は矢作、いいね。矢作取った。調子いいな、じゃあ。よかったよかった。5番バッターもしっかりしてくれれば、相当ね。まあでもヤクルト強いな。ヤクルトが強いですね。キャッチャー白浜で行ってみるか。水上がちょっと打てないんで、今。まず、岡田が怪我したんで、うわ、これ、足落ちたな。ちょっとか。ちょっと足落ちたな。岡田を、あれだな、山下と変えて、で、キャッチャーを白浜にしよう。これでいきましょう。で、一応ピッチャーも見ていきますか。まあ、そんなに心配はしてないんですけど、全然勝ってるもんね。ピッチャー OK だ。合格。なので、進めていきます。多分優勝できると思うんだけどな。一応、ギリギリなんで15日で一回止めます。ヤクルトが本当に強いな。井桁ノリノリか。使ってみてもいいな。ピッチャーを見ていきます。井桁。ノリノリなので、一回使ってみようか。中継ぎ。先発でも変えたくねえんだよな、そんなに。奥山7勝6敗か。一回下げるか。一回奥山下げてみようか。で、井桁に1週間。まあ、8月いっぱいまで。投げさせてみて。
覚醒するかどうかっていうところですね。白浜500打点、矢作500打点、いいよ。しっかり勝ってんだけどな。お、井桁覚醒した。よーし、ナイス。白浜ノリノリじゃなくなった。どうだ、2.5 ゲーム差。厳しいな。ヤクルトめちゃくちゃ強いな、おい。ヤクルト強ない？はい、まあでも、しっかりついてって、もう1位と2位の争いになってますね。ヤクルト、島本選手。おぉ。ヤクルト、小原選手。やめちゃくちゃ強いな、ヤクルト。はい。見ていきましょう。井桁選手が、覚醒したんです。おぉ、いいね。ねえ、めっちゃいいじゃん。覚醒したね。で、まあ、奥山一回戻そうか、じゃあ。覚醒したのはいいとして、まあ、高橋と変えてもいいのか。変えてみるか。うん。まあ、あとはそんな心配してないです。野手を見ていこう。水上2割8。おー、白浜打ったね。ただ、ノリノリが消えたっていうのと、国防が2割6分か。いいね、来た。清野3割30本100打点。この時点で来たで40本いけるぞ、まず。まず40本いってほしい。そして、佐野が、調子が悪いので巧みに変えようか、じゃあ。で、岩波はしっかり3割打ってる。そして、ダウン2割8分4輪2本。うん、まあ安定はしてるね。そして、山下が打ってないな。そして、矢作、23本。いいね。ただ、打率が若干気になるけど、まあいいでしょう。で、期待は2軍に落とされたね。うん。まあ、あと、ほんと野手次第っていうところになってきたかな。ちょっと、セカンド、まずは、ショートを巧みに変えて、セカンドな、山野行っても面白いと思うんだよな。まあ、いっか。変えずに1年やらせるか。4番清野、5番矢作、ダウン白浜と、水上変えよう。で、山下と岡田を変えよう。これで行きましょう。勝負の9月。まず半分。試合数が残り少ないんで、どうなるかってところですが、もうしっかり追いついていかないといけない。ヤクルトに勝つ。よし !0.5。うん !0.5。いや、きついな。0。1。うん。くそ。なかなかね、競ってますけど、調子の方はいかがでしょうか。32本。いいよ。うん。匠もしっかり打ってくれてる。ありがたいね。岩波74打点なかなかすごいね。まあ、さすが3番でしっかりホームランないけど、チャンスで打ってるね。そして、岡田も2割5分。まあ、そうね、センターもう一人しっかりいい選手が現れてくれればっていうところで、矢作24本。悪くない。まあ、あと上げるとしたら、クリとか上げてもいいけど、まあ、センターをやるにはちょっと苦しいのかなっていうところ。かな。さあ、ピッチャー見ていこう。岩田13勝も安定感抜群。そして高岡も2桁。井桁も全然悪くないね。勝ってはないですけど、奥山10勝いきそう。まあ、あと1勝だ。頑張ってくれ。で、岡10勝。いいね。そして、豊岡も10勝。まんべんなくみんな勝ってるって感じだ。はいはい、北田いいね。まあみんな安定してる。いやーすごい、南すごい。これはね、前世紀の浅尾並。素晴らしいね。で、倉持36セーブ。いやもう中継ぎ抑え安定してるから、あと本当に打ってくれれば。いやーこれ優勝できるかな。
なんとかヤクルトに食らいついて、25日までにしとこう。負けて、うわっと、これは2ゲーム差がついている。2ゲーム差を1ゲーム差まで持ってくる。勝つ。よし。うぅくそー、直接対決1勝1敗じゃダメなんだよな。なんとか抜け出さんと。いいよ、35本。清野がしっかり調子上げて、残りで40本打ってほしいけど。矢作もうちょっとで30本なんだな。打てんかな、30本。さあ、一応ここのタイミングで練習を見ていこうか。北田、奪三振、豊岡、重い球。あとは、菅野、覚えさせよう。怪我し、牽制にしようか。高橋、尻上がり。島田、32か、ちょっとね。須藤、緩急。まあ、こんなもんかな。で、野手の方を見ていくと、岩波はまあいいや。匠もうちょっとでアベレージヒッターだね。あ、期待覚えさせよう。広角打法いいんじゃない？富士のなんか使えそうな感じするけどな。ダウン。固め打ちチャンスビー守備職人。初球丸いんじゃない？外人にあまりね、特殊能力を覚えさせるってことないんですが、若いんでね、ダウンが。さあ、もう残り、おい、残り2試合。うわ、どうしよう、これ優勝決まっちゃうんじゃないこれ。勝利が絶対いるな、これ。ちょっと待って、これ。いや、しかも直接じゃないってことは、これ、次ヤクルト勝ったら優勝？だよね。どうしよう、もうちょっとこれ負けられないんで、出番プレイで見ていきましょうか。で、出番設定を、竹石、清野と、あとは、南か。南の登板を見ていこう。中日戦。で、ピッチャーの先発良くないな、調子が。井桁行ってみる？じゃあ、勝ってくれることを祈って見ていきましょう。さあ、負けられない中日戦、見ていきましょう。今日のスタメン、まあ一緒なんですけども、まあ、まず相手か。先発は井桁、そして中日は松浪。うわー、すごい、3、4、5打つね。めっちゃ打つな、3、4、5。さあ、そして清野の第1打席。さあ、もうね、心配してないですよ、この4番。最高の4番ですよ。ミート C のパワー S でもう50本ぐらいね。ただ2試合しかないから、もうこれ35で止まったな。40本はちょっと厳しいですね。うわー、すごい。84勝53敗 ?80 勝以上して勝てない、優勝できない可能性があるか。これはやばいな。さあ、チャンスで清野。ストレート打てたんじゃないか、今。ちょっと詰まらされたけど、これは落ちて、回っていく。よし。詰まりながらも、先制じゃない、追加点か。まあ、こういうのがね、4番の仕事にもなりますから。よ、ピッチャーいい。井桁当たったな。よかった。さあ、あとは打つだけだ。そう。どうだ、パワー S。変直。走れ、走れ、走れ。オッケー、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 オッケー。さあ、さらに追加点を上げてほしいところですが、2点入った。ナイス。3点入れられている。さあ、ここのチャンス。ちょっとね、
中日3点取って勢いあるかもしれないけど、ここでさらに引き離していきたいところ。いいよ、よく見てる。外の球は振らない。よし、逆方向に看板直撃第36号。いやー、4番の仕事をしてくれる。8対3、これは勝ったんじゃないか。さすがに南投げる、投げない、まだ投げない。そして清野の第4打席、もう一本打て、もう一本スリーベースでサイクルか。スリーベースはなかなかきついと思うので、これはセカンドゴロ。しかし今日は猛ダッシュをこの1本塁打、しっかり仕事をしてくれた。さあ、もうあと抑えて終わりだね。はい、勝った。さあ、井桁5回5安打無失点。いや、素晴らしいね。無失点ではないのか。いや、でも勝利投手素晴らしいね。で、ヤクルトが勝ったかどうか。さあ、井桁3勝しました。岩波もホームラン打った、さすが。いいね。ただヤクルトは勝ったな、これ。ヤクルト勝ったか。いや、これヤクルト次負けたらどうなる。同率、残り1試合で同率でどうなるんだ。勝率、ちょっと待てよ。勝率的には今ヤクルトだけど、次自分らが勝って、いや、全く一緒になるよ。全く一緒になると直接の対決なんだっけ。直接だと対戦表だよ。直接対決ですと引き分けですよ。これ次勝ってさ、ヤクルト負けたらどうなるの。ちょっと見てこうか、出番プレイ。いや、絶対に負けられない。高岡でいいか。うん、いや、岩田に行ってほしいけどな、正直。最後エースにしよう。うん、調子悪くてもエースで終わらせましょう。優勝しよう。で、まあ、スタメンもこれでいいでしょう。で、じゃあ出番設定、最後抑えの人見ていこうか。抑えの倉持を見ていきましょう。さあ、これで同率ほぼ同率なんですけど、直接対決でも同率なんで、これどうなるのかちょっと期待ですね。まずはここの試合勝たないといけない。そしてヤクルトが負けないといけないっていう、その時にどうなるのか。さあ、見ていきましょう。この 3-4-5 も強いよね。ただ4番100打点いってねえんだ。さあ、清野36本、121打点、いきなりチャンス。匠が出て岩波も続いたって感じ。さあ、しっかり見てチャンス球だけをバチンと打ってほしいところ。来るんじゃないか。来たか、来た。引っ張って、これは入った。ナイス。37号。40本はちょっと厳しいけど、第1打席で37号ホームラン、素晴らしい。パワー S でもね、40本いけないんだっていう。だからいかに50本、そしてバレンティの60本がすごいかっていうのが、これ分かりますよね。はい。おいおい、ちょっと待って、ちょっと待って、おい、どうした。最後に大爆発しておるぞ、打線が。まだ2アウトで1回でどうした。打て、もう4番の2打席連発。来た、いった。よし、40本まであと2本。多分これね、試合見るとちょっと打つ確率上がるような気もしなくもないんですけど、まあでもコンピューターがやっててパワフル同士なんで、何もないですよ。自分が操作してるのもないですし。さあ、第3打席、これあるんじゃないか。
40本あと2本。いや、さすがに厳しいかな。11対1、まあ勝利はほぼ確実にはなってるんですが、打てるか。よく見てる。40本いってくれ。ここはセンターフライ、さすがに厳しいか。さあでもあと2打席ぐらい回ってくるはずなので、さあここで打てるかどうか。40本、まあまだ38なんであと2本いるんですが、ピッチャーは三森。第3球を投げました。ボール。さあよく見てるよ。さあ4球目来たけど、これもセンターフライか。まあ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 、ただこの試合は勝利だとして、ヤクルトの試合がどうなるか、それによって最終回、これ終わった、試合終了した時に優勝ってなってなかったら、多分てかヤクルトの優勝なんでしょう。さあ見ていきましょう。結局38本。あ、いやー、これヤクルト優勝だな。なんとなくヤクルト優勝だな、これ。あら、まあヤクルト優勝しちゃったかな。はい、そんなわけで、ペナントレース全試合見終わりましたが、どうでしょうか。岩田14勝。いいね。で、清野が2ホームラン。野崎。あれ、野崎って。違うね。5勝18敗。あれ、野崎って、あの野崎？ちょっと待って。見れんか、これ。まあいいや。ヤクルトの優勝だよな。うわー、こんななんか2強の争い、珍しい2強の争いでしたが、2位でした。くそー、優勝の可能性ゼロ。3900。いや、もう試合終わったんだから。ペナントレース終了。2位、惜しかったね。さあシーズン終了ということで、どうしようかな。とりあえずはクライマックスまですっ飛ばすか。で、その後に、まあ、日本シリーズ行けたら見て、で、まあ、行けなかった場合、最終的に成績を見ていこうというとこ。ちょっと待って、阪神に負けたわ。阪神に負けとったわ。これはもうダメだな。まあ、仕方ないですね、これは。で、阪神行った。じゃあまあ日本シリーズすっ飛ばして、これ下克上成功するんじゃないか、まさか。阪神3勝。うわ、うわあ、阪神日本一になった。下克上の、やってしまいましたね。はい、そんなわけで、最終成績見ていきましょう。はい、野手ランキング。岩波、2位か、打率。惜しかったね。そして、安打数、最多安打、素晴らしい、196。やばすぎるな、これ、38歳。そして、ホームラン。まあ、38本。5位ですね。日本人で2位か。で、打点は ?1 位。打点を取ったね、清野。素晴らしい。そして、ホームランで、やはり26本か。うん、まあよく頑張ったね。2割6分5厘だけど。いいんじゃないでしょうか。で、あと、バントとか、併殺。併殺、矢作か。取っちゃったね。で、盗塁も全然してないっていうのと、ピッチャーの最多勝は19勝。すっげえ。この二人か。あ、優勝の立役者ですね。完全な。これはちょっとな、一枚上手だったね。まあ、でも、岡豊岡10勝して、あ、奥山9勝か。9勝だったか。10勝できんかったか。で、倉持36セーブ、セーブ王。そして、ホールドも、南、中継ぎとね、抑え強いから、さすがですね。さあ、チームの成績、防御率 2.86、素晴らしいね。そして、野手。
まあホームランがそんなに、広島めっちゃ打ってねえな、阪神やばいな、ホームランの数。でもそれでも3位にいますからね。なるほど、阪神めっちゃ走るな。さあ月間 MVP こんな感じですね。野手でしか取れなくって器用の矢作清野っていう感じか。やっぱ4月の清野の14本はちょっとえぐいな。頭一つ抜けてる感じがあって、はい、そんなわけで最終的にこんな感じでした。いや惜しかったな、86勝したんですけど、いや素晴らしい争いをしてくれたね。80勝しても優勝できない、苦しいね。ヤクルトが強かったっていうシーズンでしたかね。わあ、でも守備1位になってる。そんなに守備いいんだね。はい、そして個人的に、ちょっと気になってるデータが選手名鑑の岩波の安打数です。すごい、3818、3818ですよ。これ4000いくな。来年頑張ったら4000安打いくぞ。いやこういう選手がね作るのが本当にこのオートペナントの楽しみな点、もう一番の醍醐味ですよ。この3000安打4000安打とかね。でピッチャーの200勝っていうのがすごい難しくて、で一番可能性があるのが今岩田、この岩田が173勝で31歳、これはいったな。いやでもずーっとね、ほらずーっと勝ち続けないといけない、そして休んじゃいけないっていうのが、これがなかなか難しいんですよね。20勝を10年やらんといかんのね。まあ20勝なんてそうそうできるもんじゃないですし、高岡もまあまあ74勝か。こんだけいい選手なんだけどね、さすがに年齢的にちょっと200勝は厳しいのかなというところで、岩田200勝いきそうだね。そして岩波が4000安打っていうおかしい成績。いや、これすごい。いや、目指すはイチロー並みですよ。本当に。ただ、イチローはこれよりも盗塁してるからな。本当にえぐいよな。で、打点が1569。そして180ホームラン。なかなかですね。で、打率もすごいからね。3割3分7厘。いやー、こんだけそれは取りますわ。10年連続3割。で、200安打も惜しいね。去年が199か。っていうところですね。はい。そのわけでちょっとね、収録が30分超えたので、今回ここで終わろうと思いますが、次回、ちょっと今回新人ドラフトの選手を見ずに、あえて見ずに次回ね、まあ多分オフシーズンの方が何も見どころがないと思うので、オフシーズンもやりますけど、ドラフトね、やってってっていう感じで、進めていこうと思います。はい。そんなわけでまた次回です。お疲れ様でした。さよなら。